マーク67機雷概要図1、マーク13機雷弾頭2、蓄電池3、後部胴体4、ビブ5、補助制御装置6、誘導システム7、回転数変更装置原型のマーク37魚雷 SLMM はアメリカ海軍が開発した機雷サブマリンローンチドモバイルマインの略で潜水艦より発射され自走した後に着艇して 鎮定嫌雷となる。正式名称はマーク67。後継のアイルムであるマーク76についても説明する。1967年に開発が始まった SLMN は、不設艦艇航空機が侵入しにくい海域や隠密裏に不設することが必要な状況で、先進度において8.5回里圏内へ嫌雷を、不設することを求められていた。その結果、 1983年に正式化されたマー M67 は潜水艦より発射する自走機雷とすることで要求を満たすことに成功している。攻撃目標は水上艦、潜水艦で沈底機雷として作動する。マー M67 はマー M37 超魚雷モッドにを元とし、そこにマーク1 3機雷弾頭、超音機器区間の前を占める補助制御装置、そして マーク37の誘導システムを構成する電子機器にいくつかの変更を加えたもので構成されている。マーク37にあった優先誘導機構は取り除かれているが、ビブは調整が容易なのでそのまま用いている。1992年から93年にかけて旧式化した電子機器の更新が行われている。マーク67は今日の沿岸戦闘任務には、 射程と精度の面で不十分と認識されており、後継としてマーク48超魚雷を用いたのがアイルムである。特徴として二重弾頭化とロサンゼルス急原子力潜水艦の下記、完成装置による機雷不設能力の向上、また SLMM より複雑な自走経路の設定や長射程、機雷不設面数の拡大がある。ありがとうございます。